はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。恐竜再燃企画パート2やっていきたいと思います。今回はね、今現在1位のヤクルト対現在4位のドラゴンズとなっております。でね、コメントでね、背番号を戻してやってほしいっていうコメントがあって、一応戻しました。一応確認なんですけど、おそらくコメント通りにやれば合ってたのかな。小福留さんが1番、新畑さんが6番で、その平田選手が40番に戻したらっていうコメントがあって、この辺は一緒なのかな。荒木さんとか元から2番なのかな。こんな感じでやっていきたいかなと思っております。で、応援曲も前のに直してって言われたんですけど、僕ね、あんまり応援曲の入れ方がよく分かってなくて、これでも精一杯やってやっと作れたので、ちょっといろいろ動かすのはちょっと苦手なので、なんかやり方教えてくれればやるんですけど、ちょっとこのままでやっていきたいかなと思っています。ここはすいません。ということでね、今回は、ピンチチャンス操作でやっていきたいと思います。これでいいよね。あ、井端さんも怪我しちゃってるのか。とりあえず、投手、そうだね、まあ山井選手でいいかな。よし、じゃあ野手どうしよっか。怪我してる人わざわざ出すこともないと思いますし、やっぱりいろんな選手いますからね。じゃあ今日はエルナンデスでいこうか。ガッツ絶好調じゃん、ありだね。いやでもやっぱり代打で取っとくべきかな。大島選手絶好調、そうだね。じゃあ今日はドメドメと変えてみる。今日はドメドメと変えてみよう。よーし、ドメドメは普通だもんね。ブランコ選手、いやーこんだけ絶好調だったら変えてみるのもありか。じゃあ今日は森野さんに変えてブランコ選手でいこうか。よし、じゃあまた面白いオーダーを考えましょうか。そうだね、こんな感じ。ケロ選手絶好調だし、じゃあこんな感じで、まあパシッとハマったんじゃない、別に悪くないよね。よし、じゃあこんな感じでやっていきたいと思います。じゃあ今日も頑張っていきましょう。チームプレイでいいのかな、フィールドプレイじゃないのね。チームプレイでやっていきたいと思います。お、わらちゃん今日4本なんだ。ちょっと今回はどれも達成できそうにないね。まあそうだね、いろんな選手いるし、いろんな選手を出しながら、でもベストコンディションであるのであれば、最初にやったね、あのオーダーでやっていきたいかなと思います。案外ね、好評だったみたいで、この企画待ってましたとかね、もう嬉しすぎますとかいうコメントもあって、ありがたいなとか思いながら、まあ、本当に中日ファンの方が多いのかな、見てくださってる中を。よくコメントくださる人が中日ファンが多いのかな、まあ、どこら辺、そこら辺ちょっとよくわかんないんですけど。先頭打者ホームラン打ったよ。いや、大島選手すごいね。バッターボックスには4番ブランコ。さあブランコ来たよ。それもめちゃくちゃいい音楽なってるし、絶好調でこのミート力か、厳しいな。あ、一応ないの見とこうか、あまり変わってないと思うけど。強いと強いプラスに変わってるね。75、71、どうだろうね。またピッチャーの方が難易度高くなるんじゃないかな、僕の場合はね。どっちかといえば、ピッチャー操作の方が苦手かな。ここは打ち上げています。セカンドランナースタートを9、2アウトランナー2塁1塁。てかあんだけ甘い球が来るならね、強振すればよかったな。よし、晴らしましょうか、この恨み。なるほど、そうですね。さあ行くよ、インコース低めのストライク、ナイスボールだね。さあ4球目は何か、どうだ、超えるか、超えないか、超えないか、くそ、どうだ、いやーピンチですね、普通にピンチですね。中間だね、中間でいいよ。ナイスボール。あれか、リアルにしてから変えてなかったか、くそ、さ、変えときゃよかった。これリアルに、あとは特別いいかな。
マニュアル操作しない限り基本的に待機状態になる。うん、クラシックでいいかな。まああとはいいか。あ、あとあれだね、コーチ、コーチのやつ、うん、は消しとかないと鬱陶しいもんね。これよし、もう絶対次回までには直しとこう。これ、いや、ゲッツー理想ってことで、シュート、ランナースタート。マジか、走ってきよったか。いや、早いですね。下がめ、3球目は何で来るか。よし、これで振るはず。よし、ふう、5番誰、雄平、バレンティン、その絶好調バレンティン、チャンスは特別なしか。初球は何で来るか。甘くは絶対入るな。どうだ、これは逃げた方がいいか。勝負、ナイスボー、すんごい曲がり方したね今。低め、うっと、よし、でけえ。ここの2者連続三振はでけえ。まあまあ十分でしょう。あちゃー、ゼフ長の雄平にホームラン打たれちゃったね。まあまあしょうがない、ど真ん中に入ったのかな。バントするのかな、バントの気配はないけど。ケイ、ここで普通に振ってくれたらだいぶ楽ですけどね。いや、よかった。抜けられるかと思ったけど。よし、1番が上田ちゃんか。川本じゃなくてよかった。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、どうしようかな。もう一回ストレート。大事ですから、勝ち越しておかないといけませんね。なるほど、そうですね。ナイスボー。内へ、これは決まった。スラブ。うわ、この打球は危ない。ファウルグラウンド。この音楽ようかかってたよね、日本シリーズでもね。マジで甘く入っちゃってよ。いや、やっぱりちょっとしないとピッチャーにまず慣れることからかな。まだ2回なんでね、焦ることはないですけど、ここは抑えよう。正直山田選手じゃなくて上田選手では終わらせたかったな。低め、これは外れた。ナイスボー。変化球を狙ってたんでしょうね。この応援曲よく聞いた ね、日本シリーズでね。ちょっと川本選手調子良くなかったよね、日本シリーズは。キー、おお、来た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 。さあ、ものにするよ。ルナさん、ものにするよ。さあ、一打で初球打ち。マジか。さあ、面白い当たりになっている。ここは打ち上げています。走れ。三塁送球はどうか。うわ、硬いね、やっぱり雄平。よーし、4番の仕事だ。さあ行くぜ。よーしよー、甘っこい。打てる気しねー、このミート力の小ささ。打てる気しねー。お、うわー、惜しい。まあどんまいどんまい、うん、夢は見せてもらったから。お、いいよ。お、お、来た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 、しげしげファイトですね、ここは。お、ホームラン打ってる、すごいね。そう、しげしげはチャンス強いからね。抜けるんやない。よし、これは無理だね。ライト前ヒット。さあどうしよっか、ここ。ここはできれば三振を取る。スクイズ？やる？やる？やろうか。ここは中間守備ですね。うまい。よーし。オッケー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 。めちゃくちゃうまかったね、スクイズ今の。完璧じゃん。ランナーグレートで走ったし。いや、こう勝ち越し100点だね。ファウルボールです。うわ、危ねえ。さあ、くれないかかってるよ。やっちゃった。ああ、やっちゃった。もったいねえ。まあ、試合的には面白いけど。あ、てか、雄平に打たれた、まだ。いや、ここは前進守備だね。
こういう場面ですからバッターもビビッとしないね今日の山井は。なるほど、うん、そうですね。ピンチ×か、援護も×か、しっかり捉えた。いやー厳しい。ホームに送球する。どうする、中間、中間だね。そのノーアウトっていうのがまた厄介だね。これホームでしょ。ホームに送球する。よし、オッケーオッケー。暴走してくれたらラッキーでしたね。よし、失敗しろ。バントしました。左方向へ転がした。いやこれ間に合わんね。オッケー。見事送りバント。さあここは抑えるよ。前進かな。まあもう超えられたら2点入るのはもう当たり前だからな。初球から際どいコースをついてきます。アウトコース。スライダーが得意なんか。なるほど。おっと、全然振る気配なし。ナスボー。インコース高めはストライク。頼む、振ってくれ。フルカウント。次がショート。いやー、外れてフォアボール。厳しい。初球は何から入ってくるか。よし、ラッキー。初球空振りです。さてバッターのナスボー。どういうバッターなんでしょうか。振れよー。長打あり短打あり、走力もありますから、リスクを残せるタイプのバッターですね。あー、そうですか。いい当たりだ。よっしゃー。危ねえ、ナイスブランコ。いやー3点ぐらい入ったよあれ抜けてたら。危ねえ。さあ三度チャンス、まあ、さっきはスクイズで何とかしたけどね、まだ打って点入れてないから、今日は打って点入れようぜ。よーし、平田さん今日はね気持ちよくバット振れてるよ。さあいけ。おっと、勝負するのは、勝負するつもりないのかな。よーし、いやーありがたかったね、いい失投でした。いやありがたい。やっぱりノースリーから来るもんだね、ああいう失投が。いや気持ちいい。これは試合を決めれた一発なんじゃない。お、また点入れたし。ロマンに変わってる。こちらの世界ではロマンはあれなんだね、配線処理みたいな形で使われるんだね。ピンチ強い。抜ける？抜けそうだね。よし、ナイバッチ。いや、すごいね。やっぱりチャンスピンチ操作が自分に合ってるのかなとすごく思います。で、また打撃の方ばっかりに難易度が上がりそうで怖い。いや、ここまで来ると山井くんに、山井くんって山井さんにね、勝ちをつけてあげたいかな。相変わらずバントはうまい。よし、さあさっきの凡打を晴らすよ。絶対打つよ。大島もあれなんだね、プルヒッターと流し打ちついてるんだ。やられちゃった。今日は大島デーじゃないですね。まあ最初に先頭出しホームラン打ってくれたからそれで十分かな。いやー山井くんピリッとしないね。でもここまで来るとやっぱり勝ちをつけてあげたいな。勝ちが一番の薬ですからね。よーしゃー、ナイスボー。いいボールが来てますよ。高め、はい、すぐに追い込みました。まあセオリーだけどこれフォークボール。ボールになります。スライダーかな。カウントきっちりと見極めました。あ、しっかりと追い込んでから粘られフルカウントとしています。スラブ打ちました。よーし、100点。打たせた感じはあるね。しっかりベストピッチ行きましたし、よくこの雄平あれだね、この長打力よくホームラン打ったよねさっきね。すごいわ、ある意味すごいですね。よしよし。いや、たまにね力がなくなってきましたね。いや、この回まで行ってほしい。外、ボールになります。これでスリーボール。よし、まあ、本当に力ないね。アンダーボールも来ますから、しっかり見てます。打った。あちゃー。ワンバウンドヒットになりました。うわ、これ暴走じゃない？うわ、素晴らしい足、山田くんさすがですね。てか平田さんがもうちょっと硬いと思ったんだけどな、なんかあんまりボール伸びが来なかったね。いやー、ここ押さえてほしい。うん、あと一人。なるほど、そうですよね。前進だね。さあ勝負してくるのか。インサイド落ちました。よし、前進守備が
平田が抑えて、うまいことハマりましたね。オッケー、これが先ほどのここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。さあ、回ってくるかな。いやー、中日打線活発だね。うん、これ優勝も狙えるよ、この打線力で。中継ぎ陣もしっかりしてますし、こういうところで面白いよ。失点はしたくないですからね、集中していきたいですよ。もうブランコさんはもう超打力だけ。このバッターの一発に、よーしいやー、4番5番が共にスリーラン、かっこいいね。今日は昨日の鬱憤を晴らすかのように気持ちよく打ててるね。嫉妬がまだまだ多いけどね、難易度が低くないから、低いからね、難易度は低いからまだまだ嫉妬は多いですけど、中継ぎ陣はしっかり活躍できてるね。うん、よし、ピッチャー誰、岡田くんかな。そうだね、うん、ゲッツーシフトでいいかな。最後まで諦めない姿勢を見せてほしいですね。初球打ち、これはどうか、ホームに送球、よし、ゲッツーでもよかったけど、まあいいでしょう。うん、ちょっと取れそうになかったからね、変にもたついたから。バッターボックスは代打の森岡。西さん、ここは確実に行きたいですね。いや、そう、きっちり役割をね果たしたいですね。やっぱりいいね、投げやすい感じがある、ね、この起用に。バッター、これはフェアか。一塁線破っていった。セカンドランナー、やっちゃったよ、いらんものを。セカンドランナーホームイン。まあ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 、6点差ありますから。うん、スリーラン2本打ってますから今日は。いや、まさかブランコ選手起用してホームラン打てるとは思わなかったけど、すごく流れ的にはいい。この辺から調子を上げていくかもしれません。なるほど、そうですか。うわー、ナイバッチ、綺麗だわ、それは。やべ、内野回5点差になってきちゃったよ。ここはしっかり抑えましょう。川端、スワローズこの回7人目のバッターになります。ナイスボール。バッターの川端対左ピッチャーはどうなんでしょう。うん、左に見える傾向はありますね。まあ、左バッターですからね。フォークボールだね。ちょっと振りかけた感じあったけど、ツーシームだね、相手のツーシーム。インサイド落ちました。いや、素晴らしい。2塁送球、オッケー。怪我してて岩田さん出てやってるけど、いやー、これが岩田さんの守備だよ。怪我してても何のそのって感じでしたね。うん、最終回締めてほしいな、きっちりと。はーい、まあ、来ると思ってたよよーし、じゃあ抑えるよ。山田君とかも抑える気しないもんね、正直。やべ、泥試合になりそう間に合わんか。いやー、惜しい。うーん、あれ間に合ったらかっこよかったけどな。マゲッツシフトでいいでしょう。バッターボックスには7番の今波が入っています。合ってないね、タイミング合ってないよ。オッケー、うわ、めっちゃうまかった。さすがピンチもある。ストライクを先行させていきます。追い込みました。よし、振れよ。勝負してくるのか。右方向、よし、面白い当たりになった。危ねえ、掴んでツーアウト。危ないけど、まあラッキーだね。オッケー、オッケー。さあ、そして打席には、よし、ここで抑えるよ。ここで終わらすよ。ツーアウトながらなおもチャンスです。レフトに持っていった。よし、オッケー。危ねえ、スリーラン2本打っててよかったなんやかんや10対6だって。いや、よかったよかった。今日誰がヒーロー。あ、なんやかんや大島さんなんだね。僕、大島さんに似てる後輩がいてね、本当に顔そっくり。まあ、その人もね、その後輩もめっちゃ野球うまくてね、うん、あのエラの張ってない大島みたいな感じです。やっぱりああいう顔の人は共に足が速いしね。ああいう顔の人はやっぱり足が速くなるのかな。まあ、勝てたからいいでしょう。平田さんとブランコ選手は共に確定ホームランでしたし、うん、気持ちよかったんじゃないかな。見てる皆さんも爽快感があったんじゃないかなと思います。誰も怪我してなさそうですしね、よかったよかった。とりあえず首位攻防ではないですけど、1位にね、一応勝てたということは大きな戦果になるんじゃないかな。そうだね、次回はどこ取っていこうか。カープ戦が目に入ったからカープにしよっかな。ここのカープ戦取って、ここら辺の DeNA 戦取って、巨人戦取って、交流戦行きましょうか。そんな感じでやっていきたいと思います。まあ、今回みたいにね、しっかり打って勝っていきたいところを見せていけたらなと思っております。
それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、宗介でした。さよなら。